皆さんこんにちは。お元気でいらっしゃいますか？今日は、アメリカの新型コロナウイルスの現状況についてお話ししたいと思います。ニュースやソーシャルメディアでいろんなことが言われていて、どの状況が本当なんだろうって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかなと思って、救急医療現場で仕事をしている関係上現場が見れるので、それをお知らせしたいと思います。結果から言ってしまうと、忙しいです。2週間ぐらい前からかな、だんだん忙しくなってできて、陽性の患者さんが出始めたのは2週間前よりもちょっと後かな、1週間ぐらい前から増えてきていました。これジョージアなんですが、真っ青ですね。もうちょっと広げてみましょうか。こんな感じです。17月の28日から8月の10日までで6万2000人陽性患者が出ているようなんですが、どうでしょう、これは本当なのかな。これはアメリカで、ジョージア結構その中でも高い方ですね。どちらかというとやはり都市部に集中していて、それ都市部アトランタ周辺に多くて、でそれから少し外れていって、まあ、ちょっとなんかこれなんか調べてみますね。これなんでこんなに多いんだろう。こんな感じです。で先日も陽性の患者さんで、そんなに広くはなかったので、家でゆっくりしてても大丈夫なんだろうなっていう、こういうこと言っちゃあれですけど、まあ、病院がいっぱいなのに今行っても、ただ椅子に座って長いこと待つので逆に辛いんじゃないかなって思うような状態の患者さんをある病院に連れて行ったら、やはり待合室に送られて、パートナーが彼は陽性だよって言ったら、他にも15人ぐらい陽性の人が待合室にいるから、もう同じみたいな感じで言われてました。だからそれぐらい多かったので、数はこんな感じかなって思います。だいたい仕事でも毎シフト1人に2、3人いますね。で昨日も2人かな、2人とその家族含めてだから5人ぐらい陽性が出ている人がいました。私たちが対応している患者さんはまだ重症の方は今のところいません。他の要因で亡くなっていることもあるかもしれませんね。これが前から言っている 5G の放射線によるものだったら、他の病気も、まあ、持病も悪くなるっていうのもありえるので、なので、昨日も心肺停止があったから、私たちじゃないんですけど、それも関係しているのかもしれません。それはちょっとはっきり言えませんが、これがですね、病院の状況です。これ都市部の病院からずっとこれ赤がひどい状況。先日ある病院に救急車で運んだら、部屋をもらうまで16時間廊下で待たされてたって聞きました。だからそんな感じ、今のところ長くて3時間ぐらい待たされたことがあるくらいですね。ずっとこれは混んでる、どっちがある、黄色は忙しい、こんな感じです。なのでまあこれをですね、空いてるのにで混んでるっていうことを言ってしまったりすると罰金を取られるので、だから一応混んでるところは本当に混んでると思います。まあ、田舎の方に行けば少し、グリーンの普通のところが増えてきますね。でも都市部はやっぱり忙しい。でもこう都市部じゃなくても忙しいところがありますな感じです。でワクチンの接種率というと、ジョージアは2回接種終わっている人が 39.3%、 低い、やっぱりアメリカの中でも低いですね。いや、アメリカ全体では 50.8%、そんな感じです。でだんだんやはり私たちが搬送する病院も職員に強制をするような発表があって、職員が反抗し始めているところです。うちはちょっとただでさえ人が少ないので、今これを強制にしちゃうと
多分もう消防署自体回せないと思うので、その点少しまだまだ先かなとちょっと高をくくっていますが、多分大丈夫でしょう、ね、こんな感じですね。でですね、実際に陽性の患者さんは今のところやっぱりワクチンしてない人なんですよね、残念ながら。それでも私の友人の友人がワクチンしていたのもかかわらずコロナ陽性になって、最初はねインフルエンザぐらいの感じだったそうで、病院に行って、で退院させられて、というか、まあ、容体が落ち着いたから退院したんだと思うんですが、退院して、で血中酸素が 80% に下がったので、友人もやっぱり救急隊員の資格を持っているので、彼を病院に連れてったんですね。それで、その時 80% ぐらいで、で病院に入院してから 65% ぐらいまで下がって、でその後、あっという間に、2日後ぐらいに亡くなってしまいました。でこの友人は私が放射線だ 5G だって言ってても全然聞く耳を持たずウイルスだって言ってたんですね。でもその彼女の友人がだんだん悪くなってきて、マリーとかこれはただのウイルスじゃないって言って、でそれで話を少し聞いてくれるようになって、高圧酸素室の話とか研究文書とかビデオとかを彼女に送って、彼女もこれを病院の先生に見せるって言ってた矢先に亡くなったので、とても残念でした。でも彼女もちょっと視野を広げてくれて、で耳を傾けてくれるようになりました。それからですね、お知らせなんですが、今週末に日本人の神経内科医の医師にインタビューすることになりました。彼女も新型コロナ用のワクチンの危険性を訴えていて、ワクチンには反対されている方なんですが、いろいろ質問していきたいと思いますが、もし皆さんもご質問があれば、後ほどコミュニティ掲示板の方に書いておきますので、そちらにちょっと書き込みをしていただければと思います。できれば YouTube でライブチャットを行えればと思うんですが、もしライブを行えるときは日曜日の日本時間で朝の11時になると思います。もしそれができるようになればライブのお知らせをさせていただきますので、その場合はご参加いただけたらと思います。では今日はこんな拙い報告でしたが、現状報告でした。ではまた。